あれこの間またあれここで話したっけ、うん、あのサルゴリラの児玉と喧嘩になったって話知ってましたっけ。バイクで帰ってたそれで児玉後ろ乗っけてでこう運転してる時にあのなんか児玉が、J-POP でしりとりやろ、うん、あーあるねみたいな、はいはいはい、でそれで、児玉が何か言ったので俺が「」言ったら向こうが「5432」言って俺運転してんだよ、うんうん、ちょっとごめんごめんってブーって「ダメーダメー」とかあいつの言い方な「あーごめんごめんじゃあ俺から出させて」っつって「じゃあなんとか」っつってで「5432」って出ないです、うん、ダメーそれダメーはいダメーっつって俺も言ってて。それで子玉が「じゃあ俺行くよ、なんとか」っつってでまた5432っつってそしたら「はいダメダメはい弱い弱いダメダメはい弱いダメはいダメ」とか言ってで俺「あっ OK ごめんごめんごめん」っつって「ダメダメはいダメダメダメ」みたいな「うんいやうんあの OKOK、俺今怒ってる冷静だな、うん、怒ってるで俺怒ってるでお前は絶対に怒ってるお前もだからあのこれ一回やめよこのノリな言ったら俺怒ってない俺怒ってないお前怒ってるダメそれダメってでいやあのこれで怒ってなかった場合お前気が触れてるよその怒ってるって言った方がスッと収まるちなみに俺は怒ってるはいダメムキになってるダメ俺振り落としてやろうかなと思ってマジで後輪だけブレーキかけてこうやって横にやばいのがさ児玉さん今年40歳さいやほんとよ